はい、じゃあ問題言って。うん、いいよ。OK。三角形 ABC において。三角形 ABC において。辺 AB を4対3に内分する点を D。辺 AB を4対3に内分する点を D。はい。辺 AC を2対3に内分する点を D。E。線分 CD、DE の交点を P とする。ごめん。ちょっと行こう。図行こうか。総理。AB を4対3にする点を D。はい。そして AC を2対3にする点を E。はい。そして CD と DE の交点を P とする。ちょっと奮発して色を変えます。CD と、C を変えてません。CD と EB の交点を、はい。何？あ、P とする。P とするね。そして、はい、問題は AB ベクトルイコール B ベクトル。ああ、なるほど。こう来たわけね。AB を B。ああ、だからこれを B ベクトル。はい。AC ベクトルを C。うん、これを C と置いて。はい。AB ベクトルを B ベクトル、C ベクトルで表しなさい。ということですね。はい。今から AP ベクトルを求めます。どうやって求めるかいきます。いいですか。いとくよ。いい背中いきますよ。したらまずどうするかというと分割します。まずちょっと最初からきついんですが ADC で AP とします。でこれをですねどうかというとまあ、ちょっともう情報を落としていきますけど4対3だから、7分の 4B ですね。これ AD って7分の4ですね。でこれは C です。でこれが何対何って分かれば できるよね。この座標ってできるよね。例えばこれが1対2とかだったらさできるけど分かんないからどう置くかというとねこう置くんです。t 対1引く t と置くんです。で、意味わかんないよね。なん、例えば t 対 s とかやったらわかるけど、t 対1引く t、なんで1引く t だろうかって思うね。で、これはですね、こういうことなんです。ちょっと余談の話は見といて書くんですが、例えばね、これ x と y として、ここをまあ2対1にしたんです。そうすると、2たす1の 1x たす 2y ってなるよね。これ、わかる？やっとついてこれるかな、ここ。わかる？これが2対1のするこの点を P としたら、P ベクトルはこうなるんじゃないですか。ちょっとわかんない？そうね、こっからちょっと、まだ一時独立がいきなりの人もいるから説明をしましょう。例えば、ここが AB なんです。で、ここが2対1だとする。したらここのとこは P だ。そしたら例えば A も B も座標がある。でもちろん B も座標になるけど A の点と B の点を2対1にしたらここでありもちろんこの A の点と B の点の Y 座標を2対1したとこはここですね。そしたら今もし仮にこう考える、2たす1の 1a たす 2b としたらこれの実体というのは1のこういう座標が来るんじゃないですか。まあ、成分ですけど、ね、正確に成分が来るんじゃないですか。こう a の例えば座標があれば a の座標が入るでしょ。まあ、成分ですね。 b の成分が入りますでしょ。そしたら上の部分の計算っていうのはこことここの2対1にしたでしょ。この上の部分。わかりますかね。ちょっと数字を入れた方がいいならば、まあ例えばこれが3、1で、これが1、5だったら、ここが3、1で1、5だと。したらほら、ここの3、1を2対1にする点が、は公式こうやったでしょ。そうでしょ。2、1で、1で3で2でこうすればよかったでしょ。したら今度 y も1号だから1号の座標で2対1にする点を出せばいいでしょ。したらさ自動的にこの p の成分が出てくるじゃないですか。こういうようになってるわけですね。
そしてその時にじゃあこれ確認だけどここから問題なんで3分の 1a 足す3分の 2b だけどよく考えてごらん。この3分の2と3分の1足したらいくらや1やん。ずっと1なら何対何になっても1な。5対7であってません。例えば5対7であってもお前12分の7と12分の5足したら1やん。1なんや絶対。だから1ならお前ちょっと1引くって言うのがいいじゃん。足したら1でしょ絶対。 A の係数と B の係数、まあ、だからとりあえず T と1引く T こう置くわけね。ちょっと待って頭混乱するからじゃあちょっと騙されとっていくよ。 AP は、T 足す1引く T の1引く T のこれだよね7分の 4B プラス T の C わかります。したらさ分母1になってくるけど助かるでしょ。してほら言ったようにこの係数足したら1じゃん。さっきのほらこれだってそうやろ12分の7と12分の5足したら1でしょ。だからこれで係数足して1になってるんです。ついてきてますわかる。まず足して1になるってことは間違いないやろ。だから t 対1引く t と置きます。だから t 対1引く t にこの7分の 4b 7分の 4b と c を内分する点でこう置きます。そしたらここはちょうど分母は1になります。で、まあ、まあまあちょっと一応書きますけどまあ7分の4は前に出してくださいね。ちょっとセンスがない書き方ですけどこうなります。7分の4は前に出してくださいね。これで AP で分かります。で次にまあその勢いでいきますけど次はもうそうなったら分かるよね。次こうだよね。 ABE でこれは2対3だから5分の 2C でこれは B だね。そして今度は赤ぐらい変えておこうか。これ P だけどこれを T 対1引く T なら今度は S 対1引く S と置きましょう。したらまた立式ができて AP は、S 対1引く S 一応書きますよ。これ書かなくてもいいんですけどね。1引く SB と S の5分の 2C となります。でまあもちろん分母は1なんで、1引く SB と、まあ、ちょっと品がない書き方をしますが S の5分のあ S の5分の 2C となります。まあ、まだ5分の 2S ぐらい書いてほしいんですけどね。わかります。そしてよく考えてごらん。 AP と AP は等しいでしょ。ってことはこれどころ等しいよね。そうでしょ。 AP 同じなんだ。でそこでね、等しいからこれ等しいで係数比較するわけですよ。そうでしょ。これイコールこれじゃん。1イコール S じゃん。 T イコール S これや。だからどうするかというと一応書くけどまあ、こうなるよね。まあ7分の41引く t と1引く s が等しい。それと t と5分の 2s が等しいからこれを連立すると。そしたら s と t の値が出てきます。よしです。そしたら出てきますね。ところがね、これの前に断りがいるんです。どんな断りがいるかというとね、断りがいるのはね、これがね、AB が0じゃない。あ、まあまあ B って書いた方がいいでしょうね。これは B ですね。もう B って作っちゃってるからね。でもちろん C も0じゃない。それと A と B が平行でない。あ、B と C です。失礼した。 B と C です。 B と A、C ですね。 B と C がイコールじゃなくて平行ですね。平行っていうのを平行でない。何が言いたいかというと図形としてできるかです。ほら B が 0C が0だったら図形が成立しないじゃないですか。で B と C が平行やったら図形が成立しない。三角形できないでしょ。なのでと書いたこれがないと0点です。これの上で解きます。これにって解くないです。いいですね。ポイントはこれ書かないかと思って枕言葉そうかそうじゃれば正みたいなものさ。だからこれがないとダメです。なので、こう。
イコールで置けますと。で、あとはレンジして解いてください。こういう話です。わかりました。疑問点は大丈夫です。大丈夫ね。で、まあちょっと早がってんの話だけどね、あのこれってものすごく便利よくて、なんでこれいいかというとね、例えば三角形、こんな三角形でも、こんな三角形でも、こんな三角形でも、AB を4対3、AC を2対3、だから、まあ、はっきり言えば、こうの、これを求めることができるんです。あとは、B と C に成分入れれば、どんな時でも使え。よくないこれ。だから、ベクトルで便利がいいのは、今これを三角形を代表選手としてやったけど、この条件さえあれば全部いくんです。これがベクトルの良さです。あと成分入れるだけでいいでしょ。で、わかりました。あ、わかんない。今ほらこんな三角形でって言って、もしこれ座標で解いたら大変。座標で解くやん。 B とか C、A、全部座標置いてしたらさ、もうこのまた B と C、A、A の座標変わったら大変じゃん。だけどベクトルはもうとりあえずこれで計算しちゃうわけです。で、こうで計算してなんとか B たすなんとか C って出てくるやん、答えが。そしたらなんとか B たすなんとか C って言ったら、あと B と C の成分入れればどんな三角形でもいけるということなんです。いいですか。9分の 4B ベクトルプラス9分の 4B ベクトルプラス9分の 2C ベクトルになりました。まあ、これ計算結果です。こちらが青岡君を見て、いくよ。さっきの連立の結果こうなりました。で、次の問題を一応作問します。どういう問題かというとですね、次の問題はじゃこの延長したところを Q とします。さあこの Q は A、B と C で何と表せますかという問題にします。で、これはですねどうするかなんですが、実はですねこれは困りました。こういう連立ができないんです。なぜか、一つはこうなるんです。AP って書いてますが、AP のその K 倍が AQ になりますね。伸びてるわけだから。ちょっとずらして書いてますけど。ということは、一直線上になっちゃったもんで、どうするかというと、1個の式は、AP の K 倍が AQ としかなりません。こうなりますよね。で、もう1個はですね、ああ、まあまあ、これですけどですね。A で B で C で、まあここのところを、まあ、Q としたときに、まあこれ L 対 1L って置いちゃうわけですな。で、これはさっきと同じでできそうですね。どういうことかというと、これはまあ、AQ イコールL 足す 1L、 まあ分結局1になるからいいんですが、1-L の、B と L の C とこうなります。そしたらこれとこれの連立になるのかなって気がするんですけど、まあこういうふうに一直線上になるやつはこういって、あともう一個はいつものように内分で持っていきます。だから内分ができないときはこういうここのパターンになるんです。で、結局さっきの求めたので、AQ は K 倍の AP だ。これ正しくないと怖いよ。これ計算間違ってたらもう全然話が進まない。9分の 2KC となりますね。ただここでまたさっきの重要なのがあって、変わらず B は0でなく、 C も0でなく、 B と C が平行でないのでという言葉は絶対重要です。これがないとダメです。これがないと0点ですね。だから9分の 4K、イコールこれ、まあまあ 1-L の 1-L、 あんまカッコ言いませんけどね、と、9分の 2K イコール L と、この連立解けばいいです。これが一つのやり方ですけど、まあまあこれでいいのはいいんです。それともう一つ別解をしています。別解はですね、もうこれしなくてこれでいくんです。どういうことかというと、これ2つで連立しましたね。だけど中にはこう来る人がいるんです。 Q は B
BC 上にあるのでというのを書いちゃって、この係数とこの係数足して1じゃないかってことなんですよ。ほらさっき内分は足して1だったから、ほら BC 上だから足して1じゃん。例えば2対3だったら5分の3と5分の2って足して1やったね。だからもういきなり9分の 4K 足す9分の 2K は1だで、 K を求める。これは BC 上にあるからできるんです。 BC 上にあるからね。そうでしょ。これ要するにこことこの係数1じゃん絶対。そういってストレートに来る人もいます。もちろん僕みたいにこう2つやってやる人もいいんですけど、こういうやり方もありますよということです。よろしいですか、疑問点は。はい、ということで、メモってください。